イザークレイフ・ホーフマン・フォン、ホーフマン・スタールイザークレイフ・ホーフマン・フォン、ホーフマン・スタールはオーストリアの商人。ボヘミア王国時代のクリドラを近郊の村、プロスタイバーに生まれ、ウィーンで没した。ホーフマンの両親は、18世紀半ばに、アンスバッハで起こった飢饉の間に、バイロイト近郊のプレッツェンドルフからボヘミアに移り住んだ。ボヘミアでの一家の生活は、とても貧しかったという。 ホーフマンは、初歩的な教育を家庭で受けた後、13歳で、プラハに赴き、ラビエーブラハムプロンの元バッチャーとして、勉学に励んだ。学業を終えたホーフマンは、オーストリア政府にタバコを納めていたタバコ農家のジョイル、バルフ家に、家庭教師として入った。バルフ家の子供たちに勉強を教えるかたわら、ホーフマンは、同家の蔵書の管理も受け持っていた。 1788年にバルフがウィーンに移り同地で卸売店を開くとホーフマンは商売全体を取り仕切る管理人に任命された。同年にオーストリア政府からウィーンでの営業許可を得たホーフマンはイサーク・ LW ・ホーフマンの名前で登記を行っている。ホーフマンはバルフの死去の折には共同事業者に指名され、 1794年には、ホフマン・ウント・ローンジャーという名の農場を単独で所有している。ホーフマンは1796年には、キノの生産に関心を示し、ハンガリー政府からキノの専売を許可された最初期の農場主となった。この特権は、半世紀近くホーフマン家が保有することになった。ホーフマンは、息子のエマヌエルを消しかけて、養蚕入門という小冊子を書かせており、 この小冊子は1万6千部以上が発行された。ホーフマンは非常に活動的な商人であり、自身の農場をオーストリア・ハンガリー帝国でも屈指の先導的な商店とすることに成功した。ホーフマンはウィーミー・イスラエル人コミュニティに強い関心を持っており、1806年にコミュニティのプレジデントに就任し、1812年から死去までレプレゼンタティブの地位にあった。 1822年には、ホーフマンは、旧品院を設立した。この旧品院は、現在も運営されている。ホーフマンは、多数の栄典を授かったほか、1835年に、オーストリア皇帝より世襲の貴族に助された。ホーフマンは、世紀末ウィーンを代表する作家の一人である、フーゴフォン・ホーフマン・スタールの祖,祖父にあたる。ありがとうございます。